たおやかインターネット放送がお送りする日本の民話、神奈川県横浜市の民話をお送りします。東寿院の文福茶釜。和尚さんが戸を開けてみると、それはそれは若くて美しい女の人が一人立っていました。そして寒さに震えながら小さな声で言いました。道に迷ってしまいました。すみませんが、一晩泊めていただけませんでしょうか。年を取った和尚さんはかわいそうに思って女の人を寺にあげ、温かいおかゆを炊いてもてなし泊めてあげました。次の日の朝、その女の人は何度も頭を下げてお礼を言い、どこかへ立ち去りました。それから二、三日して再びその女の人が寺に現れたのです。そして、先日お世話になったお礼ですと言って茶釜を差し出して立ち去ろうとしました。その時、お嬢さんは声をかけました。この女の人は旅の途中で道に迷い、行く先や泊まる宿がないに違いないと思い、しばらく寺にとどまるように勧めたのです。寺にとどまるようになった女の人は、ご親切に報いたくてもこれ以上お礼をすることができませんからと言って、和尚さんから筆と紙を借りてスラスラっと絵を描きました。あんまり見事だったので、和尚さんはすっかり見とれてしまったそうです。この女の人の話はたちまち村中に広がり評判となりました。寺を訪れる人の数も増えて、すっかり親しまれるようになりました。ところが、ある晩のこと、村の近くで犬に噛み殺された一匹のタヌキの死骸が見つけられました。そして、そのタヌキは、なんと寺の女の人と同じ着物を着ていたのです。その日から、その女の人の姿を寺で見ることはありませんでした。和尚さんはそのタヌキを年頃に葬りました。そしてその女の人の残した茶釜と絵を寺の宝として大切にすることを決めました。残念ながらその絵は明治17年の大火事で焼けてしまいましたが、茶釜だけは今も寺に残され、文福茶釜と呼ばれています。また東寿院の庭にはこの話を伝えるタヌキと女の人の陶製の像があります。おしまい。